強敵のご登場かな。おっと、お前ヤマトだろう。俺たちゾディアックの間じゃ伝説的な存在だが、一体何考えて。黙れ、おしゃべりが過ぎるぞタウルス。俺の話を遮ったこと後悔させてやる。そうだね、ちびりそうだよ。噂は本当だったか。気をつけていくがいい。他のゾディアックたちは相当。ああ、オッケー、タウルス、またね。次に会ったらこの平原の草を食べさせてやる。炎を味わう準備はできたかな。行くよ。お前とここで会うなんて思いもしなかったわ。どうしてバーゴ、おじけづいた。母親のいる監獄とは距離を置くと思っていたのよ。誤解しないでほしいんだけれど、自分は母を助けに来たんじゃない。期待通りの相手か。君の力を見せてくれ。お前が物思いにふけっているとどうにも不思議だわ。率直にここを出たくないんだ。自分は最強になりたい、それだけ。とても変わっているわね。誰が来ても相手になるよ。
お前の体内に流れるその魔力、ありえぬ。まさかソバーの魔力か。そう、自分は彼女の子だよ。名はヤマト、君は同族。ソバーと私は同族だが、お前は根血であり恐ろしい脅威だ。手加減はしないよ、古き魔術師。全力で来い。必要だとは思えん。分かったよ、君に嫌われちゃったってことね。お前がしくじるところをじっくり見るとしよう。黒焦げとペシャンコ、どっちにしようか。君のこと聞いてよ。元盗賊はヤリーのぬいぐるみを作ってるんだって。かわいいな。誰にも言うなよ。黙らせてみなよ。治るって。失恋から立ち直ってスコーピオで人形を作れるくらいになったみたいにさ。って聞いて。消す野郎。
いいやつのゾディアックが相手になってくれたらな。やはりな、貴様はいつか必ず裏切ると思っていたぞ、ヴァーゴ。自分の怠慢をごまかすために私の計画に当たらないでほしいわね。お前は喋りすぎなのだ。だから信用できない。愚鈍な上に腰の重い男、まるでハンマーね。本当にごめん、いろいろと。消えろ、あの顔を見たくない。誰が来ても相手になるよ。子だな。さあね、君には関係ないだろ、アリエス。ああ、お前もか。親との関係がギクシャクしてるって。聞き捨てならないこともあるけど、とにかく戦いを始めない？強すぎるな、王様が。生まれてからずっと戦ってきたからね。君に勝ち目はなかったよ。まったく、その通りだね。引っかかったな。こっちは生まれてからずっと他人のことを考えてきたんだ。いいよ、やろうか。沈まれ、バシレウスよ。この若者の親が誰であろうと構わん。頼むから、哀れな自分のことは無視し続けてよ。
アルプネースみたいにね。ヤマトよ、残念だが、お前をどうやって処刑するのが一番か思案していたところだ。おっと、それじゃやってみなよ。彼女ほどの力は持てまい。母さんのこと？この銀河をにぎわせた最高の魔術師に過ぎないよ。次会う時の自分はそれより上だ。この監獄ではなく別の場所でな。今日は誰が相手になる？ヤマトか。この日、この出会い、この瞬間を夢見ていたぞ。なんだよ、気味悪いな。戦いたいの？我が名はスコーピオ、マスターに選ばれし者。そして貴様は俺の宿命のライバルだ。どうでもいいよ、おしゃべりはその辺にして、その無駄に大きいフォークで遊ぼう。我が一族は貴様の一族よりもはるかに価値がある。家系で比べてなんかないって。でもほら、元気出しなよ。俺に近づくな、虫けらめ。手応えが欲しいよ。ここでよりにもよってあなたと出会うとは。ピスケス、君はゾディアックなのか？でも別の監獄で開かれるチャリティーコンサートは？し、はあ、お前悪のピスケスだな。自分と勝負しろ。
っているのはグイターと安心して引きに戻れるからだろ。うん、一理ありますね。覚悟はできているかって聞かれるまでもないさ。おかしいな。そうじゃない、アクエリアス、やめて。子供には手をあげないよ。ただし子供が、あ、そうか、やるんだね。のような存在にはそういうことが起きるんだよね。僕たち三人だけの秘密。頼むから好きなゾディアックが来ますように。過ぎて面白みがないな。僕たちより優れていると本気で思っている？お前たちが手強いのは認めよう。だがお前の種族と戦いたいんでな。タウス、僕たちが全てを教えた大事な教え子なのに、意図的に秘密を隠した誰かさんを随分とかばうんだね。その言葉、俺がお前に勝った時のために覚えておけ。
ないのか。ゾディアックになろうよ。僕たちがいろいろ教えてあげるから。僕たちの居場所は知っているよね。頼むから好きなゾディアックが来ますように。統計学的にあなたの存在はありえない。これに関する誤差はたった 0.00001% だ。あの有名なリブラ君、君にはずっと感謝していたよ。君がいないと自分は死んでいたからさ。なるほど。私たちの死闘との関連性はないが、あなたは試験管の中で育てられたのか。君がそんなふざけたことを言うとはね。あなたはマスターに感謝すべきだ。彼の力は私にプログラムされた命令よりも強い。彼がいなければ今頃あなたは木屑となっていた。ああそうだね。その小さな脳が自分を見逃すことにしたんだよね。ヤマト、私に脳はない。ここの魔力はとても強力だね。よし、面白くなりそうだ。冷たくて怖いね。どこに続いているか知ってるけど。
けだね。幽霊がまた来る。いい眺め。奴らと戦っても
嘘をついたな、ヤマトよ。貴様は自らの力を測りに来たのでも、極めに来たのでもない。お前は、ある種の魔法の監獄に、文字通り銀河の半分を閉じ込めた。頭のおかしいコレクターだ。お前より強い奴がいる。他の場所へ行く理由なんてないよ。ヤマトよ、我について銀河最強の戦士となるか、貴様を選ばなかった家族に魂を売り渡すか、選べ。自分が何でも与えられると言わんばかりだね。口を閉じて戦いを始めよう。できんぞ。Yeah.
ましい口調、死、炎、予見通りだ。ヤマト、あなたの強さと意志は私たちが監獄にいた時ずっと輝いていた。あなたの父親が倒れてからそばの元を訪ねて一緒に彼の過去を理解しようと頑張っているよね。ギルドに参加しないかってカイランから誘われたけど断ったんだっけ。これからの計画がもうあったんだよね。あ、ヤマト、そばの言うことはちゃんと聞くんだよ。カイラン、最終的にあなたはキャラバンに戻らないことを決めたね。タウルスとオルダンと一緒に新しい傭兵ギルドを立ち上げるから、これから面白いことになりそうだと言っていた。強い力に優しい心、困っている人を助けるためならいつでも飛び出していく。孤児からヒーローになったあなた、今度はいつ会えるのかな。オクターブ、使命を果たしたあなたはこれからの人生に悩んで終わらせることすら考えていたよね。そんな時に来たサジタリウスがあなたの手を取って新しい人生を与えてくれた。あなたたちは一緒に新たな旅を始めた。もう過去の亡霊が追いかけてこない新たな世界を見つけるために。またいつか会おうね、私の銀河かあなたの銀河で。計画通り私は任務を無事に終えて姉妹のもとへ帰った。だけどたくさんの悲劇を経験した私はギルドを離れ一騎と共に行動することにした。私たちは庭園をアーチに変え、困っている人を助けながら銀河を渡り歩いている。これが今の私たちの任務、果たしてみせる。この先に何が待ち受けていようと。ギャリー、自由になったあなたは人々が安全に暮らせるようにするために故郷へ戻ったよね。これからは人々を文化と繁栄の未来へと導いていく。あなたと一緒に行動しているオルーンからあなたの話をたくさん聞いているよ。オルーンと一緒に無用の長物となった防御壁を美しい彫刻に作り変える計画を立てているんだってね。タウルス、私たちの多くと同じようにあなたもやっと平穏を見つけたね。弱者を、困っている人を助けるためカイランと一緒に新しいギルドを立ち上げた。あなたにずっと欠けていたのはちゃんとした仲間だったのかもしれない。カイランを見るとそんな仲間が見つかったとわかるでしょ。バーゴ、自由になった後
あなたは素顔を見せてくれた。任務を決して放棄しなかった反乱軍だったんだね。あなたは目的を果たした。そして償いの道を選び、ジムジムと一緒に植物学者になった。あなたたちは手紙を重ねるたびに少しずつ友情を育んで、愛情が花開いた。バーベキューがいなくなっても夢は叶うことをアーチの人々に証明したね。カプリコン、マスターが倒れてからあなたの予知夢は変わったんだよね。彼の時代が終わりを迎えて、あなたは平和な景色が広がる夢を見た。でもそれは束の間の平和。姿を消す前に友達のバーゴにその予知夢の話をしてくれたんだよね。今どこにいるの？あなたが恐れている人は誰？聞きたいことがたくさんあるから連絡を待っています。サジタリウス、ボー君の死後、あなたはやりかけだった任務を再開したね。あなたが盗んだ種は惑星をテラフォーミングして、あなたの崩壊した星を救うことのできる強力なアーティファクトだった。でもそれをアンドロメダに預けたんだよね。自分で使うには時間が必要だからって。あなたの傷ついた心に希望と愛情をもたらしてくれたのはオクターブだった。ごめんなさい、あなたのことを誤解していた。レオ、あなたが娘を再び抱きしめた瞬間、あなたの中から怒りが消えたね。あなたの涙であなたの旧友たちも察したんだ。盗賊ギルドは二度と起こらない。あなたは仲間に謝罪と感謝の気持ちを伝えて、武器を鍵に戻した。あなたと娘がどこに行ってしまったのかは詮索しないけれど、ちゃんと鍵がかけられる場所で二人とも安全に暮らしているよね。アリエス、レオとサジタリウスが重荷から解放された後、あなたは時代が幕を下ろしたことに気がついた。あなたの内なる火を灯した彼女は、あなたが自由を求め自分の夢や誰かの目標を応援することを願っていた。旧友たちを許したあなたはアーチに参加して、これからの未来に向けて手伝ってくれている。あなたと目が合うことがたびたびあるけれど、私からも視線を送り返せる日が来るのかな。キャンサー、引き寄せ合う磁石のように力があなたを呼んだ。ピスケスとの離婚であなたの信念は砕かれたけれど、最後まで血は流れなかった。スコーピオの許しで奇跡的に取り戻された本来のあなたは、暴力的なリーダーではなくて動物を愛するのんきな人だったね。あなたにとって幸いなことに、アーチは誰でも受け入れるよ。過去の過ちに気づき平和の中で償いたい人は特にね。スコーピオ、あなたは巨像を失い、唯一の友達を亡くし、家族もバラバラになった。私たちはあなたとも戦わないといけないと思っていたの。でも私たちの中であなたが一番変わったと思う。アーチで一人になって過去を懺悔したいだなんて。武器を鍛えるために作られた手を使わなくなってから、あなたは私たちを手伝ってくれるようになった。あなたを許しているのは今は私だけかもしれないけれど、いつか他の人も許してくれるよ。ピスケス、あなたはキャンサーと別れギルドのリーダーに戻り、私は
あなたのそばで信念深く仕えていました。私たち姉妹はあなたを崇拝し、勝利以上のものを共に分かち合った。私が去った時、あなたの耳にはずっと音のない夢が鳴り響いていたのでしょう。ギルドはあの一瞬の表情を忘れません。でも銀河にはギターハープの伝説がまた戻ってきました。アクエリアス、あなたは古代の科学技術とつながっていて切り離せなかった。でも力を取り戻したそばが手を差し伸べてくれて、あなたたちをつなぐ見えない鎖を外してくれた。あなたのゴーレムは知識を求めて銀河を旅したけれど、あなたはやっと平和になったこの星の他の子供たちと一緒にアーチで走り回っている。ゼミニ、あなたたちが敵ではなかったと理解した時にはもう手遅れだった。結局のところあなたたちには自分自身という敵がいたんだよね。マスターが倒れ、自分たちを作った機械を破壊した後、あなたたちは最後の戦いを始めた。同じ特徴を持つ相手、決死の戦いは永遠に続く。リブラ、鎖が壊れた後、あなたは求めていた調和をアーチで見つけたね。でもあなたが見つけた魂はあなたがもたらした破壊や死を受け入れられなかった。あなたは家族だと思っていた人々に最後の別れを告げてからキャリーに頼んで心臓に7つの穴を開けてもらっていたよね。死が自分の生きた証だと去り際のあなたはつぶやいたけれど、それでも私たちはあなたに会いたくなると思う。I wanted to unify the galaxy and seek peace through violence and war. Unfortunately, these idiots refused to give up on their freedom, even if it kept them safe. Now that my ascent brings me toward the stars, I'm left wondering. You that I saw in my last dream, that I felt during my last breath, that I heard while giving my last cry, could you take my place?